ここからは、今田ちさ子さんの今回のスペインの旅についてちょっと報告会という形でやらせていただきたいと思います。急に現れましたはスペインに一緒に同行した今井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では早速ですが、まあ、はい、私の自己紹介をね、しましょう。そもそもね、私は今井智美と申します。普段はスナフキンズという会社をやってまして、半分はアートとか音楽の人のサポート、もう半分は地域の活動のサポートということをやっていて、まあ、ちょうど地域という意味では、ちょうどちさ子さんが広島の江田島というところ出身で、まあ、そこで出会ったのが最初のきっかけで、もう半分はアートという持ち物があったので、ちょうど私がやってるものを両方使ってサポートできるということでマッチングして一緒にやることになったという感じで、私は今ここにいます。はい。で、スペインに行くことも、最初ちさ子さんが、スペインに実は1回行ってその時のことを話してくれて、だったらもう1回チャレンジしないのというところで、チャレンジしたいっていう思い、ただまあそこにいろいろ自分でハードルをいっぱい持ってるってことを聞いた時に、まあ、そのハードルを一緒になんか超えられそうな気がすると思って、まあ、結構衝動的に一緒にスペインに行ったというのが今回のきっかけです。はい。で、今回は、スペインに行くにあたって、まあ、いろいろやりたい課題とか解決したいこととかがいろいろあって、もともと作品の根本は生と死っていうところを持ってるということで、まあ、19年前に実は私もバルセロナに行って、おばがオペラ歌手だったのもあって、まあ、それについてって音楽ツアーしたのが、そういえば懐かしいなと思いながら、そのおばはもう亡くなってしまったので、まあ、彼女の軌跡もたどりながら何か一緒に面白いものを作れないかっていうので今回いろいろ試行錯誤したのが今です。で、その中でちょっとクラウドファンディングというやり方を使わせていただいたところがあって、今日そこの話を軽くしたいなと思います。はい。ではクラウドファンディングの質問する前に、クラウドファンディングが何ぞやもじゃあ言うと、クラウドファンディング今回使わせていただいたのはキャンプファイヤーさんのところを使わせてもらいました。で、何かというと、まあ、こういった活動をするときにお金がちょっとハードルになっている方にみんなで寄付してくださいという感じで、オファーをするサイトが今いろいろなパターンでありまして、まあ、今回もすごく裕福なチームではなかったのでお金をちょっと集めてみたらどうだろうということで、まあ、彼女は、ね、やりたくなかったっていうのを後で教えてくれるかもしれないですが、そこを使わせてもらったので、そこのところちょっとどういうふうにやったかっていうのを使っていきたいと思います。でも元々は使いたくはなかったんですね。なんで使いたくなかったか、教えてください。クラウドファンディングを使いたくなかった理由としては、なんか自分のしたいことはやっぱ自分が頑張ってお金を貯めていくようにした方がいいって、ずっとそういうふうな育てられ方をしていたので、人様に迷惑をかけていくことではないとちょっと思ってました。みんなに迷惑をかけてするんだったらしない方がいいんじゃないのかっていうように周りに、まあ、自分の母親とかが言ったりしてたの で自分自身もそういうクラウドファンディングにはあんまりいいイメージもなかったんですけど、じゃあそれが一体いつになるんだとか、じゃあ自分のしたいことを今しかないって、その今行きたいっていうこの気持ちを抑えて諦めて、次じゃっていう、そういうのを待ってたらもういつになるかわからないっていうのもあったし、もう自分がここで行こうって思ったこの勢いで人様に迷惑をかけるかもしれないけどチャレンジしていこうって、そのクラウドファンディングさえもやらずして否定するんじゃなくて、ちゃんとやってみてから言おうかなっていう気持ちになれたのでチャレンジしてみました。うんうん。チャレンジしてみて怒ったのが、私はすごいそこに感動したことが一個あるんですけど、まあ、正直達成はしなくてそれはまあもうちょっと夢になろうねっていう笑いって感じなんですけど、面白かったのが、集まったお金の半分はクラウドファンディングで入ったんですけど、もう半分はちさ子さんに全部手渡しで渡されて、また特に島の人たちですね、これあんまり聞いたことなくて、普通クラウドファンディングなんでここのサイトに入れてくれればいいだけなんですけど、みんなちさ子さんに会ってそのお金を渡したいっていうのが半分ぐらいあったっていうのはすごい、しかも高いんじゃない、いい話でしょ、しかもなんか泣いてくれた人もいたんですね、泣きながら。それなんでそんな状況だったというか、ただ彼女自身もちょっとまあ不安定な時期もあったと思うんですけど、自分自身もやっぱやりたいことをできない、そういうものがあったりとか、そういうふうに何か頑張って進もうとしてそれに感動するっていうようなことで泣いてくださってたんです。
けど、だからその手渡ししてくれる方々って本当に純粋にリターンもいらないよって本当はだし、なんかそうすることによってあなたが得にならない、お金を逆にかかるでしょって、だからもう純粋にあなたの利益にしてもらいたいってみんなが言ってくれたりとか、そういう部分がすごく感じられて、ものすごく愛を感じたので、クラウドファンディングした感想がそこにもなるんですけど、してよかったなと思いました。もっと自分のやってることに責任を持って、自分がやってることにもっと自信を持てることになったと思います、うん、そうですね。なんかコンビニで待ち伏せしてね押してくれたりとか島でそういうことが起きてるっていうのがすごい良くて、すごいですね。面白い。で、彼女は介護の仕事をしていたから、まあそんな有名人ってわけではないはずなんだけれども、地元でそういうことが起きてるっていうのは、私は結構東京生まれ東京育ちとしてはすごい感動した一つで、そのストーリーを持ってスペインに行って、だからお金があったかかったんですよね、もらったお金がね。そう、すごいよ。クラウドファンディング達成しなくてもそんな大どんでんかいしましたね。落ち込むよね、最初ね。落ち込んだら、そう、正直カツカツやんとか言って笑ってたんですけど、でもなんか達成したクラウドファンディングも過去手伝ったことあるけど、それよりも大事なストーリーがあったって。すごい。そうです。バルセロナ着いてからも書き留めが届くとか、そうなんだ、自宅に。それはすごい。すごい。そう、ありがたかったです。で、それでまたそのクラウドファンディング、まあ、達成せずしてもまあ足りたので、うん、十分だったねって話で、それでもう完結だったと思ってたんですけど、この間そのまさに江田島に行って報告会をした時に、まさにその泣いてくれたね人が報告会に来てくれたり、で、あとはやっぱそこでクラウドファンディングしてくれた方々がみんなその場に来てくれて、私たち2人の動きをずっと見ててくれてね、会いたかった会いたかったっていうことが起きてるっていう、なんか本当になんかこうクラウドファンディングのリターンで報告会っていうのをしたけれども、その人たち本当にやっぱり期待してくれてて、なんだろうか、本気で見たい報告会をって言ってくれたのはすごいなんかやっぱやった甲斐があったなっていうのがあります。そうね、うん、でその場で起きたのが、その集まって40人ぐらい集まってくれたんですけど、結構その中で全然アートを好きな方もいれば、スポーツのチャンピオンのね、人もいたりとか、いろんなパターンの議員さんとかいろんな人が集まってたけど、みんながそのちさ子さんがやってくれたことに対して自分も何かできるんじゃないかっていう意見をすごいどん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 出してくれた、あのシーンはすごかったね。なんかこう本当にみんなが何かしたいことを持ってるけど、実際それが動けてなくって、で誰かが何かのやっぱきっかけで欲しいんだと思うんですよ。で、私多分この度したことでやっぱり夢だけ追ってるんじゃなくて、実際行動に移してる身近な人間で多分みんな共感したから、クラウドファンディングがすごく手渡しとかがあったんだと思うんですね。なので私がしたことの、そのクラウドファンディングのもう一つのことで、自分が諦めたくないっていうのもあるけど、誰かの何かの一歩になりたいっていうのがすごくあったので、それもすごいこの度の報告会でもすごい感じたし、みんながなんか思ってるそのやりたいことがそれぞれ違えど、なんかそのみんなのその熱量が、それぞれが持ってる熱量っていうのが各々たくさんあるんだなっていうのを感じられましたね、うん、はい。でそこで起こったのが、まあ、先ほどちょうどね説明の時、アーティストインレジデンスにこの真ん中の絵を置いてきましたっていう、アーティストインレジデンスって言葉をその時使ったんですけど、その報告会でそのアーティストインレジデンスの説明をしたら、うちの島にも欲しいっていう意見がすごく出て、しかも島生まれ島育ちのね人たちから出て、あの廃校の中学校を使ってアーティストインレジデンスできないのかとか、実際なんかちょっとそれがクラウドファンディングで想定全くしてなかったんですけど、そういうことが動き始めてるって感じですね。次の何かにつながる、自分自身もですけど、その見た人や一緒にこうその追体験した方々も何かストーリーがスタートしてるんじゃないのかなっていうのをちょっと感じることだったかなと思います、うん、結果としてはお金よりもクラウドファンディングやってよかったと思いますね、うんうん、いや、そのね、クラウドファンディングで得たものを踏まえてどうなっていきたいとかっていう逆にあります？最初は怖かっただろう。そうですね、なんかあのやらずしてやっぱり何かこうマイナスなことを考えるよりかは、やった後にそれに対して具体的なことで悩みたいなっていうのがあったのと、
もう悩む前に一歩踏み出した方が早いなっていうのと、できないことは基本ないなっていうことを思います。なのでなんかこういろいろ理由づけるんじゃなくて、自分がやりたいことをじゃあどうしてやっていくかっていう最短距離を今は取れるようになってるんじゃないのかなと思うので、純粋に今したいことを素直にこれから表現していきたいなとか、チャレンジしていきたいなっていう思いは、いいですね。そんな感じで結構いいストーリーがクラウドファンディングではありましたという感じです。あ、なんか質問ありますか？なんか僕もクラウドファンディング作品作るのにクラウドファンディングしようかなと思った時があったんですけど、リターンとか考えたらなんかもうめんどくさくなってやめちゃったんですけどどっかのクラウドファンディング会社の人から影響が来て、やりますか、うん、例えば海外の展示のやつとか、なんかどうしましたか？いやもう全然あのクラウドファンディングがともみさんがいなかったらまずやってないんですよ。そこのそのめんどくさいなって思うところ全部彼女がなんか不可避にね、もうバレちゃう、もう無理なんですよ。無理ですよね。俺もそれで挫折して結局やめちゃったんです。もうそれも無理だし、あのリターンも考える能力がなくってそうね。なんか今度やりましょう。特にプロがいます。でもクラウドファンディングを想定したわけじゃなかったんですけど、この企画が始まる最初に企画書っていうのを必ず作ったんですよね。なんでかっていうと、まあ慣れない地のスペインに行くから、スペインでいろんなことをお願いしなきゃいけなくて、伝える何かがないといけない、しかも英語喋れない人多いから、まあ、せめて英語にしとこうって、英語版と日本語版で企画書作ってたから、クラウドファンディングにもすぐスイッチ流せて、でリターンもそんなにヘビーなリターンにしなかったね。いや、もう、うん、分かってたのでっていうのは、でもまあお金的には達成してないかなとも笑えないともだけども、やっぱ物よりお金達成してないけど達成してるでしょ。達成してるんですよ。すごいクラウドファンディング、キャンプファイヤー的には儲かったかったけど実際アーティスト側にお金が入ってるっていうね。そう、それがすごい。そう、しかもアーティストのなんかステップが1個上がったっていうのが一番いいなと思ってて、島の中でのステップも1個上がったし、広島市内でもね、ある意味1個上がったし、で東京に来る時もなんとなくこう落ち着きが変わったっていうか、いや、なんかやっぱり何事も経験したら経験した分だけ身につくんだなという。いや、それはもう次回はその手渡しとかそういうことを体験したことはもうありがとうございますという経験で終わらせて、次はもう使わずしていこうとは思ってます。そうです。それか逆に企業スポンサーとか、実はクラウドファンディングさ話す時もその話ちょっとして、江田島のじゃあそういうちっちゃい企業さんたちからもらった方が本当はいいんじゃないかとか、いろいろまあ話はしたんですけど、私は別のアーティストさんの時に企業スポンサーの話とクラウドファンディング同じ話をしたら、そのアーティストさんの時は企業スポンサーを取っちゃうと企業の色にしなきゃいけなくて自分の作品になりにくいから不安だって言ってクラウドファンディングにしたっていうまあ経緯があって、まあ、今回はそうでもないんだけど、まあ、今回はどっちかというとクラウドファンディングで良かったパターンっていうか、柔らかいお金で良かったっていう。で次回以降本当にその企業とかにちょっと強めのお金が必要だったりするなら、それはそれでまた考え方を変えた企画になるかもしれないなとか、そういうのを今ちょうど話してて、結構アーティストさんがねこう進んでいくときに大事な話だけど、意外とこういう話する人いないんじゃないかなって。いないですね。アーティストで考えなきゃ。実際こういう話ができたから実現して、周りにアーティストの方々たくさんいるけど、そういう話にまではならないから、それでいくとスペインっていう地は逆にこういう話をお金とかそういうシビアなところをスッとする人は多かったので、もしかしたらアーティストの方々にとってはこういう初めてこういうところに首突っ込むじゃないけど、っていう地としてはよなんかすごい入りやすい地なんじゃないかなとは、そうですね。そうね、訴えれば伝わるって感じのところ国だったからね。バルセロナですか？バルセロナに行きました。スペイン語が喋れるのに前のめりに行かないタイプと、スペイン語は喋れないんだけど前のめりに行くタイプとで、2人で決してそうコミュニケーション取ってきたらできたんで、できました。できましたね。逆になんかあっちの方が何をしたいんだいっていうね、汲み取ってくれるし、受け入れ体制はあるっ
ていうのが分かったから、もうするしかないっていう、うん、って思いましたね、はい、そんな感じですね。システム以上 の、うん、人の気持ちを持った感じですよね。そうですね、なんか本当に、うん、改めてだからそういうことも踏まえて、自分がしてることって人に何かを影響を与えることだなっていう、うん、思いましたね、うん、そして私は黒子に徹しようと派手な黒子ですけど、うん、イケアさんがクラウドファンディングするって言ってるんで、はい、最強が集まる、すぐ集まると思うけど、てか思いつかなくてリターンとか意味分かんない、強いリターンじゃない私はリターンなんて1ミリも、でもアートポットラックでクラウドファンディングするのありかもですけど、ね、みんなで1個何かするんだよね、それとかクラウドファンディングなのか、スポンサードなのか、なんかサポーターズなのか、やったら面白そう。そうですよね。楽しそうですよ、ね。だから、あとはこれどんどん発展していきたいんで、うん、例えばね、うん、クラウドファンディングを本気で考えてる、行きたい作家さんに対して支援しますみたいな、そういう企画面白いんじゃないかな。そうですね。なんかやりたがってる、やり方わかんないってアーティストさんがもしいるなら、別にやり方ぐらいなら、なんぼでも出せるから。それはぜひね、サポートしていきたいですよね。で、実例もいるし、はい。そうですね。実例2。まあ、ここである程度、報告会提供するといいですかね。です、です。はい。そしたら、ちょっと中山さんに入って、